こんにちは、社長です。こんにちは、秋です。今回はですね、こちらを仕出していきたいと思います。 DNA プラチナ XH の MAX でございます。僕ちょっと前まで和の極みにテナジーを貼ったのを使ってたんですけど、久しぶりにちょっとこの前まで使ってたディフェンシブクラシックと DNA プロ H を打ってみたときに、やっぱり久しぶりにいいなと思って最近これ使ってるんですけど、やっぱりね、最近スティガから発売されたプラチナシリーズもう気になりまくってたんで、今回これを徹底的にレビューしていきたいと思います。一応僕プロ H を貼ってるので、それとの比較をしていけたらなと思うので、早速やっていきましょう。お願いします。ということで、今ついさっき貼り替えたので、早速打っていきたいと思います。違反じゃんそれ。なんでやねん。あかんか。一応コードなんですけど、 DNA プロ H は50度で、これは 52.5 度になっております。はい、ちょっと固めになってます。でもスポンジの厚さがすごいかなり厚くなったので、それでちょっとどうなってるのかっていうのが気になるところでございます。お願いします。あ、もう分かった。何が分かる？熱いの分かる。弾みあるなと思いますね。いきます。どうですか？重い。重いですか？さっきと比べると重いし、飛んできてるイメージは。ああ、本当ですか？しっかり変えてないよね。しっかり変えてないです。オートで回転かかってくれる感じはありますね。ドイツラバー全体的にそうだと思うんですけど、自分でかけた時はかかって、かけなかった時はかけなかったボールが出るような感じなんですけど、ある程度ちょっとこうオート感があるというか、軽いタッチでもある程度回転かかってくれるなっていう感じはしますね。下回転打ちやってみます。音エグいな。え？お、走る。プロ H よりかは圧倒的に飛びますよ。しかもしっかり振った時に相手のコートでしっかり沈んで落ちていくイメージはありますかね、打ってて。だからちょっと安心して強く振っていけるかなっていう。ちょっとカウンターしてみます。あ、すいません、させる気ないです。おお、おお、気持ちいい。今のカウンターやすそうだね。めっちゃいい感じですよね。やばい、これがいいわ。おーい、すげえ落ちてますね、相手のことで。カウンターやばいぞ。カウンターやばそうだね。これめっちゃいいです、カウンターは。本当にでもやっぱりスポンジが厚いから、グッていう食い込みも感じられるんで、その点はなんかすごい両立っていうバランス取れてるのかなっていう感じですね。硬さでも、硬さがあってもこのジャジャウマにならずにコントロールしやすいっていうのが。じゃあちょっと気になるカットいってみましょう。飛ばない。え？あれ？さっきより飛ばない。
攻撃した時は今この X エッジが飛ぶなって印象だったんですけど、カットした途端にさっきより飛ばなく感じますね。ちょっとじゃあ続きと交互で。ツッツキはスポンジが硬い分直線的に飛んでくれるんで低くなってくれるかなっていう印象ですかね。とりあえずカットが前評判としては聞いてたんですけど、このカットはあんまり弾まないよみたいなのは打ってみたら確かに弾みを抑えられますね。びっくりしました、だからこれ僕今弾まないラケットに貼ってるんで、あれですけど弾むラケット、弾むカットラケットに貼っても使えるのかなっていうふうに思いますね。これは僕的にはすごい今好印象というか、とりあえず打った時の気持ちよさと、それなのにカットはしっかり抑えれるっていうと非常にバランスがいいなと思ったので使ってみようと思います。はい、確かにカットマンとしてはすごいいい感じで、そうですね、もう今言ったらいいとこ取りのラバーなので。打ちたい打ちたい。あ、打ってる打ってる。おお、飛びませんね、これ。おお。クリーンヒットした時すごい飛んでいくよ。上に飛ぶかのようだから。社長の音楽がすごいみたいな、本当に。はい。これマジで個性になる。でも両方打てる、そのループドライブだったらあんまり飛んでいかないからしっかり回転かけてやりやすいし、はい、スピードドライブだったら食い込むからしっかり飛んでくれる、しかも個性になってくれる。カウンターチェンジアップです。で僕気になってるのはやっぱその今 XH ですけど H の MAX2.3mm とプロ H どうなのかなっていうのも、まあ、気になってるんですけど、今 XH を僕が貼ってみてもそんなになんて違和感なく打ってたんで、なんかめちゃめちゃ上級者向けかっていったら全然、まあ、もちろん上級者の方も使えるし、まあ、僕のレベルとかでも全然扱えそうな感じだったので、まあ、僕しばらくちょっとこれを、ね、使ってみたいと思います。ぜひ気になる方、まあ、カットマンの方でも、まあ、もちろんそうですし、攻撃マンの方もぜひチェックしてみてください。はい、それではこれで終わりだと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。